秘密のココタマのパーティーアレンジセットでココタマハウスをパーティー風に可愛くアレンジしちゃおうね。どんなアレンジになるんだろう、楽しみ。まずはリビングをパーティーアレンジしてみるよ。絨毯とカーテンをカラフルなパーティー風にアレンジしてみたよ。キラキタマとメロリーもお気に入りみたい。今度は別の色のカーテンと絨毯でアレンジしてみたよ。このカーテンと絨毯もすごくおしゃれだよね。ギラリスとモグタン、エラチョもお気に入りみたい。お部屋の端っこのボタンもパーティー風にアレンジ。わあ、とってもおしゃれ。お家の鍋の蓋の屋根の部分も、可愛くアレンジしてみたよ。みんなで楽しくパーティータイム。お部屋の雰囲気が変わると気分も楽しくなっちゃうね。今日はココタマハウスをカラフルにアレンジするパーティーアレンジセットを紹介したよ。いろんなアレンジでパーティー楽しもうね。それでは今日はこの辺で、ね。